過ごしたことでしょう。確かに。
みんな幸せな、ね、幸せな、ね、あれかもしれない。いい結果だよね。それでは紐ゴムでくる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 していくよ。じゃあ、あれだからみんな量産の子たちはこれやるとき、うん、お面を押さえといた方がいいよ。そうだね。ポイント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 。私は別に大丈夫だけど、うん、そうね、されめがされめがいい子はね、引っ張られるから、こうね、こう押さえといた方が、押さえといてくださいね。いいこと言うた。大事大事大事。はい、それではサイドポニー結べました。はい、ビビビッて落ち着く。はい、それでは編み活をしていきたいと思います。バイバイバイ。で、まず編み活するように取っといた毛をこうやってマットネージュでパラパラ出てこないようにちょっとベトベトベートーベンさせます。これベトベトベートーベンはお猿さんがよく使う。どういうことですか？ベトベトベートーベンというのは。ベトベトベートーベン。ベトベトベートーベンだ。ありがとうございます。多分今みんなここに多分意味が出てるかもしれない。ベトベトは。髪をベトベトにしてください。はい、ということで、私はちょっとおバカさんなので、ここの毛を取ってしまう恐れがございますので、こうやって、ここは、取らない気だよって止めておく。みんな触覚命だからね。触覚ないと死んじゃうっていう。なので残しておきます。それでは編みカチ作っていきます。はい、お願いします。編みカチは難しいよね。でも自分でやるのは、いや絶対なんか、ね、友達同士とかでもしできるんだったらっていう感じはかもしれないけど、ね、まずねそこ、この毛をこれぐらいワンパネル取ります。そしたらここを真ん中で割って、ちょっと緑だからすごい分かりやすそう。なんかあんたもうそろあれにリタッチしなきゃね。みんな見ないで、あおかー爆発してるからね、めちゃ見てるよ。そしたらこの最初に取ったワンパネル目を普通に三つ編みするみたいに3つに分けて、さっきパカって分けたやつのね、毛束をどんどん取っていきます。編み込むときみたいに、そういうふうにやっていきます。このときにちょっと思いっきりっていうか、キュッてやりながらやると、ゴワゴワしないです。力を入れてもらって、こっちに向かって編み込んでいくと、頭に沿って編み込んでくれるので、こうやって離れてそのまま正面に向かってやるととんでもないことになるので、網は血の進行方向は絶対にこっちに編み込んでいてください。すごい、エビちゃんポイント説明してるときにすごい店がにぎわってて、すごいにぎわってますね。いるよ、みんなね、ストフリッタばっかでね、その余韻ですごい、余韻がすごいね。さっきずっと打ってたから、キュー痛くない？大丈夫。どうもこんにちは。ああ、余韻でいっぱいの方が。オリオンビールいかがですか？登場したビール屋さんが、ビール屋さんが、いかがですか？僕の海の個室です。はい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 、アンクルナイサー、アンクルナイサー、アンクルナイサー。ソーキそば食べたいさ。いや、ソーキそばこの前に食べてきたんだけどね。ソーキそば本当思ったんだけど、あれマジ麺に味が全く絡まないよね。なんかもう麺は麺で、汁は汁で、表層にくっついてる味だけがくっついてて、麺の中には全然染み込んで、でも美味しかった。なんかさっぱりする。美味しい。コテじゃない。なんか、いやありがとうございます、さとみさん。さとみくんまた来てね。ありがとうございました。意外とラーメン屋みたいなのも嫌だ。で、私はよくお客さんに、ね、協力を頼むんですよ。よく頼むんですよ。
みんなそしたら手伝ってね。手伝ってね。これ本当絶対一人でやるの大変だから、ね。すごいね。これ持ってくれるだけですごい。全然ね違うと思う。違うの。あてかね、さとみくんが来てる間に、あのこっちにいるんですけど、私そうそうそう、あのこうやって編んでったら、まず一回こうやってね、こう編んでて。よいしょって、よいしょって、ね、よくヘアメをする人ならわかるんじゃないの、スタッフがよいしょって動いてるのがわかると思う。可愛くなるのはね、で普通にあとはこっちに来ちゃえば結構簡単で、この整備が終わればね、綺麗になった。で、てっぺんはちょっと崩れにくいので、壁にキュッてするよってキュッてやって、しっかりキュッてしてあげてください。で、普通に裏編み込みをしていきます。で、コツだけ細かくならないように、同じようにあの編み込んでいってください。コツだけ緩くならないように、うんうん、もう急にコツだけゆーっとなったりとか、コツだけ編み込みになったりとかすると変なので、同じように回数できるといいと思います。なんかすごいあれだったね。すごい、多分怒涛の嵐いますね。そう、嵐ね。あれがね、あのぐるぐるのあの素の姿でしたね。あれが本当に。ね、多分営業中とほぼ一緒なんじゃないのかな。そう、ほんまやね、うん、ああいう感じです。こんな感じです。そう、いつも同じ感じで、あっという間にね、ちょっとあの見えて編み込みカチューシャができました。ました一緒にこのポニーに一緒に結んじゃえば、ね、結んじゃえばの、そういい感じ、いい感じ、いい感じ、はい、はい、これが人気のカイロポニーの、そうですね、はい、これで土台ができたので、最後はぐるぐるといえば、はい、ベーということで、ベーを打っていきたいと思います。お願いします。私も打いてみたいなって顔が見えなくなって、素顔を見せるか見せないか、あ、うん、それがいいんじゃない。あ、そうか、あ、次、まマスクで隠れてるけど口元だけ出すタイプ、目を見せない、そうだ、シリリリリリってエビちゃん怖いよね。なんか音聞こえた。もうやだやだ。あ、見てほら、そんなこと言ってない。こんな見て見て、みんなこれだよ。ぐるぐるの親指、かわいい。かわいい。かわいい。みんな見てこれ、かわいいよね。嬉しい。すごくね、ファッショニスタやなとか言ってるのに、こんなとか言ってる間にこんな。可愛いのができちゃうんだよ。くるくるってすごいね。本当にすごいと思うよ、ね。こんなに変なことばっかり言ってるかもしれないけど、あっという間にこうやって見て、ほらほら。意味がわからんね。すごいよね。変な人しかいない、ね。変な人しかいなくて、ガーッとかみんなもううるさすぎて店内 BGM 聞こえないもんね。いろんなお客様と盛り上がりすぎて。だって今日のお客さんに言われた言葉はね。うん、こんなに騒がしい店初めて来た。知る。なんかごめん。なんかごめんと思ったけど、楽しいって言われた。ああ、よかった。よかった。マジでそんな美容。結構なんか、どうしよう。いや、まあ、いや、本当ごめんなさいみたいなね。ごめんねみたいな。思ってたら、楽しいって言われたから、よかった。そんな美容室です。なんかこんなに喋ってくれる、うん、なんか美容室ないって言われて、そうなんだって、どうなんだろうね、言われたから、し、なんか不思議、私たち的にはさ、そう、普通だし、なんかオタク同士だから、やっぱりなんか話もね、盛り上がるっていうね、その早口になっちゃう、ねえねえねえ、うわーって、もう全部のところのテーブルで盛り上がりすぎて、店内 BGM について聞こえない、わかる、あるある、ぐるぐるあるあるね、絶対そう、これトースなぐるぐるあるある、そうだね、マジでそう、マジでお客さんとの会話が聞こえない時ある。そうそう、何この距離でやってるのに他の
ごめんごめん、泣いてるってなっちゃってるから、こっち喋ってた時にわーってなると、泣かせてみたいな。そうそうそう。でもそのお客さんも優しいから、みんなぐるぐるに来てくれるし、優しいからさ、そうそうそう、めっちゃそれに盛り上がってるのも面白くて、そう、面白いみたいな、ね、そうそうそう、本当にみんな優しい、ありがとうね、優しいし面白い人がいっぱいいるよ、ね、本当にぐるぐる恵まれてる、ありがとうございます、ありがとうございます、感謝、感激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 、やったらさ、ねえ、もりもりも気分上がっちゃうよね、みんな、もり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 レナちゃん、しない、カニちゃん、レナちゃんって言います、ちょっとやめて、トツナシ、本名死ぬ、トツナ、急にトツナ、本名死ぬ、大切な時はレナって呼ぶから、お願いします、レナちゃん、今年に ASMR でやってくれる人はレナちゃんって呼んでるんです、お願いします、今日可愛い、いつもだよ、あ、ごめんか、いつも可愛いよ、いつも可愛いねって言ってください、いつも可愛い、じゃあなんかアイロンやってやっちゃう、はい、あっちゅう間にこんな話出てたらメンズができました、すごい、見てみんな、すごいよね、これかわいい、すごくないこれ、やったやった、ぐるぐるの人気のウェーブ、これすごいよね、これでみんな言ってくれるね、ね、ぐるぐるのウェーブがかわいいってね、ね、言ってくれるからね、言ってくれる、ありがたいわ、すごい、かわいい、うん、できた、完成しました、もともとね、やっててくれてるから、顔周りは、顔周りはちょっと完成してるんですけど、ね、ニュー顔周りだからね、そうそう、今朝切りました、今朝切りました、切り立て早くということで、じゃん、夏ベスト3の、第2位のサイドポニーを完成しました、かわいい、見てみる、かわいいの、これすごい、やりたい、みんなこれかわいいよね、みんな、アミカチュー自体が大人気だからね、かわいいですよね、やっぱね、一人じゃできないから、うん、目でアミカチュする子が多 多いのかなって思う、ね、自分でできないからこそですよね、そうだね、うん、これは、ね、ウェーブもあんま得意じゃないなって子がいっぱいいるから、結構多いから、そう、このスタイルが結構人気だなって思ってます、わーい、できた、夏涼しいしね、やっぱ見てるで上げてれば、ね、首元上げるだけでもね、そうそうそう、あれですよね、暑くないって、もうみんな上げるたびに、あー涼しい、そうだみんなやってる、すごいよね、そうそうそう、だからあの暑い日とかはやっぱりあげることをお勧めしたいなって思います、まだ9月暑い日が続くと思うので、うん、雨でサイドポニーにみんなでお揃いで、ね、双子で左右反対にするのも可愛いと思うし、ここにあの網入れて、あのツインテールで紹介した時みたいに、うん、アミアミ入れてリボンここにいっぱい刺すでも可愛いし、ここでハートも作れたりとか、可愛い、それもそう、いろいろアレンジと色なので好きにやってみてください、はい、ということでサイドポニーの解説、うん、はい、これで終わりにしたいと思います、まだまだこんなスタイル知りたいとかあったらコメント欄で教えてください、待ってます、はい、次は何だろうね、冬におすすめとかあるかな、あーね、そういうのもあるかもしれない、そうなの、うん、ね、楽しみにしててください、はい、それではまたこういうヘアアレンジ動画で会いましょう、バイバイ、バイバイ、チームコンカクルイでした、ありがとうございました、コンカクルアレルギーでも好きでいてね、バイバイ、バイバイ。